カムデンタウン駅は、ロンドン地下鉄ノーザン線の駅である。当駅は、ノーザン線の4方向の路線が乗り入れる主要駅で、ロンドン地下鉄の中でも最も利用客の多い駅の一つである。週末にカムデンマーケットが開かれる際には、混雑が特に激しくなり、危険防止のため改札制限が行われることもある。当駅の隣には、チョークファーム駅とケンティッシュタウン駅が、 南隣にはモーニントン・クレセントとユーストン駅があり、当駅はトラベルカードゾーン2に含まれる。当駅はチャリングクロス・ユーストンハムステッド鉄道開業時に設置された駅の一つとして1907年6月22日に開業した。南から伸びてきたチャリングクロス・ユーストンハムステッド鉄道の路線は、当駅でハムステッド方面とハイゲート方面に分かれるため、 当駅は独特の V 型の構造となっている。ハムステッドへの路線はチョークファームロードのハイゲートへの路線はケンティッシュタウンロードのそれぞれ下に建設された。工事期間中に支障する建物の持ち主への保障を最小限とするため、駅構造物を道路の元に構築したが、道路の幅が狭かったために両方向とも南行ホームの上に、 北高ホームがある二層構造となった。V 字形構造の頂点部では平面で交差することなく南側から来た列車が北側のどちらの視線にも乗り入れられ、かつ北側から来た列車がどちらの視線からであっても南側に直通できるようにされたため4本のトンネルが建設された。さらにシティサウス、ロンドン鉄道が チャリングクロスユーストンハムステッド鉄道の親会社であるロンドン地下電気鉄道に買収された際、シティサウス、ロンドン鉄道の路線がユーストンからカムデン、ハイストリートの下を通って、当駅まで延伸され、両社の路線が接続された。南から当駅に乗り入れたシティサウス、ロンドン鉄道からの列車も平面で交差をせずに、 北の二つの支線に乗り入れできるよう改築されたため、当駅の構造は大変複雑なものとなった。両社の路線が統合されて、ザ山線となって、北の西線と南の西線の間相互の列車が設定された上、当時はホームに次の列車の行く先を知らせる装置が設置されていなかったため、乗客は次の列車が自分の目的地に行く列車か判断できず、混乱をきたしたとされている。 エレベーターと非常用階段は V の字の真ん中にあたる場所に設置され、そこから4つのホームに至るホームへの行き来でそれぞれ1本、計8本の通路が設けられた。後年、混雑緩和のため、駅舎と北側に設けられた踊り場の間をエスカレーターで結び、2つの北高ホームへの各2本の通路と北高ホームから南行ホームに降りる通路が設けられた。 この改築で使われなくなったエレベーター用の縦穴のうち一つは換気用に転用された。駅舎西川は1940年に爆撃で破壊されたが完全には集築されないまま現在に至っている。当駅は週末にカムデンマーケットとカムデンハイストリートを訪れる観光客で混雑し、日曜日には改札制限が行われることもあるほか、 土曜日の混雑も激しくなってきている。混雑緩和のため、ロンドン交通局は駅の改築案を発表したが、駅周辺の建造物を解体する必要があったことから反対運動が起こり、2005年に計画は取り下げられている。2013年、ロンドン交通局は、これとは別の2018年着工、2025年完成予定の 駅改築計画を発表したロンドンオーバーグラウンドのストラトフォード、ハッキニーセントラル、ゴスペル、オーク駅、リッチモンド方面の列車が発着するカムデン、ロード駅が東駅北にあるロンドンバス24、27、29、31、88、134、168、214、253、274、C2、深夜バス N5、 N20、N28,N29,N31,N253,N279 が当駅を経由し、46が当駅付近を通過する。当駅を含む8つの駅には、駅のもとに防空壕が設けられている。防空壕への入り口は、バックストリートとアンダーヒルストリートにある。ありがとうございます。